九州鉄道1 2 8百1 3 9 9 5 0 0型は、かつて日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍した、天田式蒸気機関車である。元は、九州鉄道が1898年に、アメリカのスケネクタリロコモティブワークス社で12両を製造したもので、九州鉄道では128型と称した。は先行した型や、 後続の百五十四型と同調しており、淡水車は、片ボギー式の三軸のもので、これらと同等であった。車軸配置2から八から0の端式に来た飽和式点が機関車で、日本の上気機関車としては、北海道太閤鉄道に次ぐもので、関節鉄道より早かった。地区法地区の炭鉱から産出される石炭の輸送用に製造されたものであったが、造備はなく、その後の造備は、 シリンダ引っ張り力が同等で、軸重が大きくて使い勝手の良い車軸配置にから、6から0の154型に変わった。1907年の九州鉄道国有化によって、国有鉄道に席を移し、1909年に制定された鉄道員の車両形式称号規定によって、9500型に改版された。 配置は、終始、築法地区で、運搬列車に使用されたが、1931年に、全車が廃車された。民間に払い下げられたもの、保存されたものはない。形式図。ありがとうございます。